はい、皆さんおはようございます。2022年12月6日水曜日、備えあれば憂えな真空パック機ですね。昨日のアンチは今日の友。こちら畑も食料庫になります。今玉ねぎ栽培しています。畑もこちらも食料庫です。そら豆ですね。皆さんハロー YouTube。 真空パック機ですね。ハムをね入れます。ハムを入れました。手品みたいですね。これちょっとアマゾンで買ったんですけどね。まあちょっと真空パックもね、全部同じってわけじゃないんですけど、まあこの僕の持ってる機械でちょっとやりますんで、まあピンから切りまでいいやつは多分もっといいと思うんで。じゃあまずですね、空気を抜きます。脱気です。この真空パック機はですね、両手で押します。まず空気を抜きます。モーター音がうるさいですね。おお、すごいですね。だいぶ業者見たくなりましたね。ペタッと張り付いてね、空気をまんべんなく抜きますね。脱気中です。掃除機のね、逆バージョンですね。空気抜きですね。音がねうるさいですね。これしょうがないですね。空気が抜けているか確認中です。まあなるべくね、空気を逃がす、空気に触れるってことはね、細菌に触れるってことなんでね。真空にするってことはですね、細菌も生きられない環境を作るっていうことですね。大事なことですね。脱気は入念に行ってください。いつも早いですけどね、この時ばかりは緊張してしまいます。しかしうるさいですね。まあしょうがないですね。これはね、空気を抜いてる音ですからね。真空で袋がねシワシワになっていきます。よく見る光景ですね、真空パックの。あ、もうこれでいいのかな。これ以上吸い込まないですね。じゃあこれでシールします。はい、こちらも熱線シール中ですね。熱線シール中です。この音がなくなったらシールした。あ、もう OK です。はい、真空パック完了です。完全にね密封されました。これがね、あのハムを今真空パックにした状態です。今ね電気代も高騰してますからね。岸田君なんて高いから着込めとね、そんなバカなこと言っています。冷凍庫は狭いですね。冷蔵庫は狭くて入らない。冷蔵庫は小さくて入らないしね。冷凍庫もない。真空パック機ならね、常温でもね保存可能ですからね。物価高騰やこれからねあるかもしれない。まああるって始まってますけどね。安い時に買って取り分けもできます。こんな状態になりましたね。よく見るね、あのスーパーとかでね見る真空パックです。そこへ行ってね買って詰めとくといいですね。真空パックで保存です。皆さんいつもご視聴くださりありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いいたします。皆様とはまた別の動画でお会いいたしましょう。それではバイバイでーん。おバイでーん。